羽生結弦るの原点。地元、仙台に人が訪れ続ける理由、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。日本のフィギュアスケート発祥の地とも言われる仙台で生まれ育った羽生結弦る選手。世界を舞台に活躍する羽生選手が、しばし、ホッとできる場所。それが地元、仙台だと言います。 2018年のピョンチャン五輪フィギュアスケート男子で金メダルを獲得し、五輪に連覇を果たした際は、地元の方々に感謝の気持ちを伝えたいと仙台でパレードを開催。東二番町通りには地元の人々をはじめ、ファン10万人が訪れ、共に異業を祝福しました。そんな出身地と相思相愛の関係を続ける羽生選手は、自身が観光アンバサダーを務める仙台市が今年発行したガイドブック、仙台巡りに登場し、 仙台愛を語っています。僕にとって仙台は帰るべき場所。こちらのガイドブックの写真は、羽生選手が仙台のリンクで滑っていた幼少期からずっと撮り続けている写真家のと、自家のと素直さんによるもの。地元仙台で撮影されたポートレートは、表情の凛とした横顔とは違う、まさにリラックスした素顔が漫才。10万部発行した無料のガイドブックは、仙台市内をメインに配布されるということもあり、 地元市民だけでなく入賞を楽しみに訪れたファンの方も多かったとか、実際、今回のガイドブックを制作した仙台市の方でも、反響の手応えを感じているそう。市内75カ所のホテルや旅館で配布したのですが、朝早くから並んで手に入れてくださったり、市面に掲載している羽生選手ゆかりの地を実際に回りましたという声も伺いました。 羽生選手がきっかけで仙台を好きになってくださる方も増えています。中には中国など海外からもガイドブックを目当てに来てくださったファンの方もいました。仙台市文化観光局観光課川口さん、今回ガイドブックの中から羽生選手ゆかりの仙台をご紹介します。羽生選手と仙台丸一、フィギュアスケート発祥の地と羽生選手を育んだアイスリンク、日本フィギュアスケート発祥の地とされる五色沼は都心部を流れる広瀬川を渡ってすぐ、 かつて冬になると氷が張り、明治23年頃からは外国人らがスケートリンクとして利用していたそうです。仙台市博物館のすぐ近くにあります。かつて荒川静香さんや羽生選手が練習していたアイスリンク仙台。2017年にリニューアルしてからは、選手育成の場としてだけでなく、ビギナーでもスケートに触れ、楽しめる場として開かれています。また、 施設内には荒川静香さんと羽生選手を記念するギャラリーも併設され、当時の練習風景の写真を見ることも可能です。羽生選手と仙台丸に国民栄誉賞の授賞式ではオリジナルの仙台平を身につけて、2018年の7月2日、国民栄誉賞の授賞式に仙台平を身につけて臨んだ羽生選手。この時の袴は人間国宝の高田氏が、羽生選手のために糸の組み合わせを考え、 独自に織り上げた作品でした。ガイドブック内では、河田氏と対談し、その精緻な美しさと無駄ななさは、演技にも通じるものがあると思います、と語っています。仙台平の細く柔らかく、けれどしっかりとした張りのある糸、美しい光沢と滑るような滑らかな生地は、羽生選手の演技と通じる美しさが感じられます。地元のファンの方々は、羽生選手のことを誇るに思うと同時に、 暖かくそっと見守り応援する空気があります。そんなところも、羽生選手が地元をくつろげる場所だと感じる理由なのかもしれません。仙台市文化観光局観光課、川口さん。仙台巡りでは他にも、幼少期によく訪れ、震災時は市街が停電の中、満天の星空を眺めたという思い出の七北公園や、羽生選手のモニュメントが置かれている国際センター駅など、ゆかりの場所がたくさん掲載されています。 10月1日からは仙台市内のホテル、旅館での配布を行っているほか、ウェブサイトでも電子版を見ることが可能です。仙台の歴史やグルメなども満載のガイドブックを手に、ぜひ一度仙台を訪れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。